皆さんこんにちは。こんにちは。さあこの動画も2回目ということで。2回目ですね。はい。なぜ前回僕が喋ることになったのか今でも分かります。あんな打ち合わせは何もなかったはずやのに、ねまあまあ自己紹介からということでね。松本さんの自己紹介をする回やったような気がする。そうですか。かしい。まあ、順番はまあいい。まあまあまあ ね、うん、今日は語ってもらえるということで。ということで今日は自分の自己紹介。ねえ、もうどんな言葉が返ってくるのかちょっと受け答えできるか心配してるんですけど。言います。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。まあもうぶっちゃけ最初にからも言っていいですか。あ、いいですよ。はい。なぜワクワクハウスって言うんですか。ワクワクハウスね。そうなんですよ。なかなか珍しいですよね、そういう名前って。そうなの。そう、松本さんのところの会社名はワクワクハウス。ねえ、ワクワクハウスって言ったらなんか社名とは普通の人思わないんちゃいますかね。だからそうすかね。ねえ、なんかもう一個ちゃんとあってワクワクハウスではないですよね。そう、いやいや、そうなんですよ。あ、そうなんですか。本名は株式会社ヤマキなんです。ああ、やっぱそうなんですね。そうなんです。いやいや、もうワクワクハウスでね、もう通ってるから。そうですね。最近はね、もう世間いっぱいに結構ワクワクさんとか言われますね。はいはいはい、はい、なんか昔のあののっぽさんみたいなイメージが自分でしてるんですけど。いやいや、それはちょっと違うような気がするんですけど。ワクワクのっぽさんとワクワクさん。ちょっとなんか、いやいやいや、同じですわ。そうですか。いや、そこをちょっとまずね、聞かせて、はい、なぜそういうワクワクハウスってね、なんかすごい結構大きいですね。ワクワクってなかなか難しい定義ですよね。そうですね。広い意味で使えるんでね、何っていうのがなかなかつかみにくいかなと思うんですけど、でもね、ワクワク、こうなんか新しいことを始める時とかすごくワクワク、こう高揚して気持ちが、はい、あの時のね、なんていうかな、ドーパミンみたいなのが出た気持ちの良さ。ドーパミンを出してお金を使わすという手ですか。違う、そんなこと言ってないです。そうじゃなくて、なんかもう使ってる感覚ないのに、あれなんかこうギャンブル依存症みたいな感じですか。いやいや、もうなんかもう次勝てると思ったらまた行ってしまうみたいな。なんか悪意感じますね、下村さんの質問は。いやいやいや、でもそれぐらいなんか興奮する。興奮してね、すごい楽しい人との時だと思うんですよね。でもね、家買う時って最初すごくワクワクドキドキして、お世話の話ですね、家を買いたいと思っている人はそういう気持ちで来られるんですけど、多くの方がいろんなね、工務店回りながらね、あ、本当にちゃんと自分とこお金払っていけるのかとかね、でここの工務店に任せて大丈夫なんかとかね、よく結婚する前 のマリッジブルーっていうんですか、なんか結婚する前日なんてやっぱりどうのこうのって言ってね、あの気持ちに近いものを持ってられる方は結構多いんですよ。でもそんだけ大きなお金が動く人生でね、一度きりっていうことで ね、でそこをなんとかね、やっぱり楽しい気持ちで、せっかくね、新しい家を建てて新しい生活が始まるわけなんで、それをワクワクできるような家作りにできへんかなと。そうですね。それはお金を忘れさすっていう。お金のね、心配なくす、これは忘れるんじゃなくて、ちゃんと自分が払っていけるよっていう確信を持てるっていう。あ、安心。そうなんです、そうなんです。うまいこと言いますね。いいな。安心感。でもそれ大事ですよね。大事ですよ。ワクワクのところにもやっぱ安心感は絶対ついてくると思いますね。で、こういう家が本当にできるんだっていうようなね、本当に信頼と安心感と、そういうところをしっかり持った上でワクワク、できてほしいなとかね、そんなことを思ってもらえる。でまた僕らもね、お客さんのその笑顔を見たいんで、はい、一生懸命仕事をしてね、で本当にできる前のワクワク感みたいなことをお客さんに渡した時にどんな笑顔になるかなっていうワクワク感っていうのをね、持ちながら仕事をやりたい。まあそういう意味でね、ワクワク感、ワクワクハウスってつけていきました。はい、いいですね。ほんまでも僕も目標してて思いますわ。生産がワクワクしてると自分もワクワクするっていうのは、う、ね、本当にそれはもう同じやなと思いますね。うん、でもそのワクワクを伝えようとしますやん、はい、そのワクワクを伝える前にね、こうお客さんに選んでもらわないといけないです。どういう、そうですね、工務店さんもいっぱいあるし、そうなんです、ね、
なんかどういう違いってあるんですか、そのだから多分 もしかしたら松本僕も隣でワクワクさせたいんですって言うかもわからないです、はいはい、なんかその特徴的なことをね、はい、うん、そうですね、まあ、安心感が一つありました、はいはいはい、先ほどもちょっと聞き逃してました安心感、うん、それ大事なことですね、他にもいっぱいあるってことですよね、うん、やっぱりね期待に沿うようなことをやらなあかんと思うんで、僕らは結構ヒアリングをねすごく大切にしてて、お寿さんがどんな意味で家を建てたいんかとかね、うん、でどういう地域で建てたいかで、家を建てた時どういうこうシチュエーションを描いてはるかみたいなことをねいろいろ聞いていくんですね。でやっぱりちゃんとその人の変える中でベスト一番最良のもんができるようにっていつも考えて設計なりしていく、そういうことでやっぱり話を聞いてもらえるっていうのかな、そうですね、やっぱり注文建築なんでね企画のもんポンと立てるんじゃなくてその人の夢を本当にこう教えていただいてそれをどうやってできるかっていうのを必死で考えていくっていうのがすごく大事なところだと思っています。なるほど、一般的に今のお話でいくと注文住宅っていうのは一般的なんですか、松本さん、うん、ワクワクさんで作る家っていうのはうちは注文住宅がもうほぼ、うん、もう 98% ぐらい、あ、そうなんですか、ですね。やっぱりね企画住宅っていうのは、まあよく言う建て売りとか分譲とかいうやつはねもう決まった形で、でよそさんとの大体相場を合わせてっていうのを基本に考えていかれるんですけど、うん、だからやっぱりどっちかというたら建てる側の意見が反映されてるんですね。まあそれはね家あるところが分かりやすいですよ ね、 分かりやすいですね、こういう風にとか、うん、もうこれをねそうやと僕も想像がなかなか、うんうん、その想像を組み立てていくっていうんですか、そうなんです、家に組み立てる、だからなんか、うん、どういうんですか、理想と現実ももちろん違うし、うん、そのお金でねできることできひんことも変わってくるし、うん、知識がないから、うん、だからこんな家欲しいけどそれを具体的にこう伝えるのってすごい僕はなんか、うん、どうしたらいいんやろうって思ってしまいますね、うん、そうですね、一番そこがね難しいとこなんですけど、だけどねやっぱり全員生活のスタイルって違うんですよ。あ、はい、同じ、まあ、例えば同じ企業に勤めてて同じような給料をもらっててでも家族構成が違ったり趣味が違ったりね、うん、それぞれ家に対して求めるものは絶対違うはずなんです、うん、それをね企画化された住宅に建物に自分らを合わせていく、そういう形じゃなくてね自分らの夢をそれをより現実的にしていくっていうのが注文建築だと思いますんで、そうですね、でもそうすると本当に公務店さんとの人間関係大事、もうすごい大事ですよね、できますね、うん、だから僕やったらその綺麗事だけ言われても困るなっていう、うん、もちろんそうですよね、何でも聞いてくれたんはいいけど予算みたいにえっってなったらね、そうそうそう、どうすこのローンのね返し方をって言われても、そうそうそう、よりもなるほど、まあ、現実的なことも踏まえてできる、そうなんですよ、ね、そういうのもこう先言ってはった会話っていうの中から、ね、うん、言ってもらえるっていうのが大事かなって、そうですね、だからお金の借り入れの仕方とかでどんな借り入れするのがいいのかとかで支払いの限度はどれぐらいなのかとかね、うん、そんなことも合わせて全部考えていくんですけど、それだからすごい大事ですよね、大事なんですよ、うん、やっぱり企業とは違うのかも分からへんけど、ね、何年後に会社終わるとか、はい、将来設計、家って多分将来設計も考える、将来設計、そう、本当買って終わりじゃないですもんね、そうそう、ある意味人生の、ね、一部預かるような、うん、すごい重い仕事だと思ってるんですけど、ね、そうだと思いますわ、それで幸せになったり不幸になったりって、うんうん、言い過ぎではないような気しますね、うん、だって、ね、本当人生で1回の買い物で、まあうん、ちょっと言い方はあれかもしれない、合わない家になってしまったと、うんうん、してももうね、うん、後戻りできないですよ ね、 そうですね、まあ、僕らはねそこをすごくやっぱり責任重い仕事だと痛切に受け止めてますし、だからこそねいろんなこうその方の夢を聞いてね、でその中で現実に
実現できるようにっていうことを必死で考えていくっていう、うん、それが ある意味設計建築設計かなと思ってますけどね。でそれがなんかこう理想になった時がワクワクできると、うん、でそれがなんかできそうやなってまずそこでワクワクできるってことですよね、うん、そうですね、うん、で作り始めたらワクワクするのはみんな誰もがしもがそうなのかなと、まあね完成までってねやっぱりワクワクドキドキをずっとその連続だと思うんですよね。さんでね、それ2ヶ月ぐらいなんですか。立つって今の住宅はどれぐらい立つんですか。いや、でもやっぱり僕らのところでも4ヶ月ぐらいは一応かかってます。はい、4ヶ月間こうドキドキワクワクできるんですね。うん、そうですね。うん、だから清水さんがね、人によってはもうほんまに毎日のように現場見に来て、どないなんねやろ、どないなんねやろって、要は携帯でね撮影されたり、まあそういうお客さん見てたらね僕らもすごく嬉しくて。で現場どんどん来ていただいてもう毎日でも見てくださいよっていつも言うんですけど、うん、でもそれは自信があるからですよね。まあそうかもわかんないですけど、うん、そういう楽しみを見れ、その楽しんでられる顔を見るのもね僕らものね生きがいみたいな形にもなってますしね。大工、うん、さんもすごくねそういう人見てたら喜んでやってありますね。まだ僕そういうねところに立ち会ったことがないから今聞いてるだけでもあなるほどなって思いますよね。他にもあるんですか。例えばこう家の特徴的なところ、はいはいはい、だから今それでもまだこうどこの工務店さん選ぶっていうのの大きなポイントにはまだなってないですね、うんうんうん、来てしまって松本さんとお話ができると、うん、今のことは分かったとしてもなんかこう選ぶときに、うんそうですね、こういうポイントもうちは出してねって、はい、まだまだなんかねありそうな気がするんですけど、うん、建物のねその使ってる材料とかそういうものはね結構僕なりに我が社で本当に吟味された材料を使ってます、うん、でまあそういうとこね今この場で言うてもねなんか売り込みみたいになってまうから、うんちょっとちゃうかなと思うんですけど、それもやっぱりね無駄なお金にならないようにいうことを本当に一生懸命考えてます。だから長いこと使える住宅作り、はい、そういうのもね自分のコンセプトにあるんですね。でそれともう一つ今すごく力入れてるのが、収納計画っていうことでね。収納計画ね、もう言いたいことはいっぱいありますけどねいっぱいあるいっぱいありますけど収納計画大事ですよね、うん、めっちゃ大事なんですよ。僕もね実は最近それで頭打ったことがあるんですけど。あ、そうなんですか、うん、ね大体の設計事務所さんとか設計やってる方っていうのは収納の量っていうのはね90センチ角の大きさのマス一つが1ピースっていう考え方をして、うん、それがこの家には何個あるかっていうので収納量大体 4人家族やったら、5ピースあったらいいとかねそういう考え方だけで収納計画してるんですよ、うん、ところが、ちょっとある人から言われてね一家4人の、荷物こんだけあるんやけどこれがちゃんとどないやって整理どこにどこそこにどういう形で収納していけば入んのかいっぺん設計してみてくださいって言われて、はい、で自分は 割とまあ余裕あるかなって思っとったんですけど実際靴が何足あってどういうふうに並べて入れるかとかねで服が、こうハンガーパイプにかけていくでしょあれが結局何メーター奥さんのが何メーターいってお嬢さんのが何メーターいって、はい、ご主人のが何メーターいってそんなんをね全部洗いざらいどこそこにどう並べていくかって検討してみたら一とこはねすごく余ってるんですけど一とこは全然入れへんっていうのが出てきてしまったんですね。うーんでこれどういうことかというと適材適所に直すとこがなかったらわざわざ例えば玄関に靴入れるのに靴がいっぱい入らなくてところが2階の押し入れは空いてましたって言ったらわざわざ2階の押し入れに持っていかなかったわけですよね。ああなるほどなるほどはいそうですね、はい、で出すのは使わへん季節は上に置いておくみたいなで出すのは出せても直すっていうのが結構苦になりますやん、うん、忘れてしまいます ねもうあれかあの靴どうしたんやろうってなってしまう、ねうんうん、そこにあるからねたまに見るからあるなみたいな、うん、そうなんです、うん、
物って結構収納してしまうと、ね、職場でもそうじゃないですか、あの道具どこやったみたいな、そうありますよね、うん、買ったはずやのに見つからへんみたいな。で最近特にねちょこちょこあるんですけど、あの屋根裏部屋を設けてね、うん、そこに全部収納してしまえみたいな話があるんですけど、例えば、そうですね、何でしょうかな、積み切りがそこに入ってましたと、うん、で1階にリビングがあって、2階の上の屋根裏部屋に積み切りが入ってました。で積み切りどこ行ったら、言ったらわざわざそこまで取りに行かなかった、うん、取りに行くのはいけますけど直しに行かれへんですよね、そんなもんぐらいで。そうですね、そこら辺ちょっと置くことになるじゃん、うん、結局そんなんが散らかる原因になってくるよね、はい、やっぱり適材適所に直す収納場所が、1階の爪切るリビングのとこにちょっと引き出しがあってそこに直すとか、そういういろんな場所に適材適所に直す場所っていうのが必要なんですけど、はい、実はね設計の世界ではそういうこと全くしてないのが現実なんですよ。いやそうじゃないかなって僕は思ってましたけどいやせえへんのが当たり前で、なぜかというと先ほど言ってありましたやん、うん、あの人それぞれ違うと。そうですね、うん、爪切りをね本当に 毎日じゃないけどよく切る人やったらもう目の前に置いときたいし、うん、いやいや1ヶ月に1回やったらもうちょっとしまっときたいし、うん、そういう人それぞれやし、靴の量だってねおしゃれな人と、いやいやもう履き潰す人とっていろんな人がいて、そんなん考え出したらこうキリがないんかなっていう、うん、ところがね、それをしないことにはね、せっかくものすごいいいデザインしてね、はい、あのめっちゃいい色を選んで、そういうことしててもね、あの物がバーって散らかってしまうと何も意味なくなっちゃうでしょ。そうですね、分かっちゃいるけど、そんな設計、なんていうの、夢物語の設計なような感じで。じゃないですか。じゃないですか、わぁ、ちょっと想像もできないですね。あのその辺をね、まあ、専用のスタッフがね、はい、そういうことを全部聞き出してね、どういうものをお持ちですかとかいうのを全部聞き出して、で、趣味とかによっても持ち物って変わってきたり、うん、それから、今はお子さん小さいでまだ物少ないんだけども、これが将来、まあ、お子さんが成人迎えて嫁ぐ前ぐらいの時っていろいろ物はどん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 増え続けるんですね。でその入る場所っていうのも設計してしまう、うん、そうするとね、いつもこう片付いた家でお客さんが来てもパッといつでも入れれるような家、そんなことができていくんで、そういうところが建築になかったのがね、本当に、これは僕もそうやったんですけど、すごい間違いを犯してたなっていうのを最近気づいて、はあ、それをするにも結局お客様との会話っていうことですね。そうですね、もちろんだから趣味のことも聞かなダメですし、いろんな細かいことを聞き出せなかったんですけど、でもそれ何千万でね家でかかるもんでね、やっぱりそれだけのことをやっぱりするべきだなって僕はもう今非常に。いやそこまでそれはなんでそんな入れるとこまで考えてもらえたらそれは嬉しいですよね。それってなんか寄り添ってくれてる感はすごいあるけど、やる方は大変なんやろなって。まあまあね、なんかもう本当にキリがないとこなんやろなって感じがするんで、すごいなとしか思えないですけどね。よく言われるのが、ご主人がね、お前いつまでたっても片付けへんなって、うん、ちゃんと片付けろよって奥さんのせいにされてたんですよね、うん、ところが実はほんまは建築屋さん設計屋さんのなるほどできてないっていうことだったんですね、はい、あねえすごいですね。でも僕はちょっと一つ物を言いたいですけどね、はい、僕は木工家として、はい、そんなんするから家具が売れなくなるんですよ家具ね、だって家具ってきっと今なくなりましたよ。だって今ここね松本さんが建てはったモデルハウスなんですけど食器見えないですよ、はいはい、そうですね、昔食器棚ってありましたよ、はい、あれ家具僕らが作ってました。うん、ね、そんな収納を考えて家建てる時からされたら正直家具いらないですよね。家具ね本当になくなりましたね。うん、でもほんまにやっぱりね、生活の様式っていうかな、だん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 ちょっと変わってきて、ちょっとぐらい狭くてもいいけど収納の中全部直したいっていう、うん、ね、部屋の中をデコボコがない空間にしたいっていうお客さんがね増えてきたんでね、うん、だから余計に思います。だから僕らが家具を買って収納を考えてたのが、それすらもう話し合えば家の中に取り入れてもらえると。でもそれは僕ら家具のことやから家具を持ちたいとこなんですけど、
まあ、ある方が言ってはったんですけど、やっぱり今特に女性が昔家を守って片付けとか、はい、あのなんていうんですか、専業主婦、うちもそうやったんですけど、うちのおかんとかもそうでしたけど、はい、そうするとそういう人が家を守ってくれてたけど、やっぱ共働きがとかが ね、 そうですね、多くな、まあ、当たり前になってくると、うん、やっぱり収納とかも普段どんだけその仕事とね家事の両立しようと思ったら、うん、そういう小さなことが大きいしんどさにつながっていくから、うんうん、まあ言ってはることはよくわかり、いやその女性の方に言われてよくわかるっていう感じがしますね、生活様式がもうすでに変わってきてると、うんうん、そうですね、それをやっぱりちょっとでも楽するのには収納まで考えなあかんと、うん、っていうのが大事な要素っていうのは、うん、僕もその木工的な立場で言うと真逆なんですけど、うん、そうやってこういろんな人から話を聞くとなるほどなって、うん、だから木工だけの見方をしたらあかんなっていうのはそういうところなんですね、うん、だからこういう話ってすごい役立つっていうのは、うん、でもまた違う家具が生まれてくるかもわからないですよ、そこにもまあ僕らは目を向けていかないといけないということですね、うん、そうですね、まあ、あの芸術っていうかな、品的な工芸的な感じの家具っていうのはね、やっぱりこれからも絶対必要だと思うんでね、そうですね、そういうものにこうフォーカスさせるなり、うん、っていうのはいいと思うんですよね、ね、ちょっと話それでごめんなさい、また戻るんですけど、でも、はい、そこまで寄り添っていくっていうのはね、はい、そういう工務店さんと出会えた人は幸せですわね、うん、あのね、うん、僕らもねそれで喜んでいただいたらすごく嬉しいんで、あの、うん、やっぱりはっきり言って手間はかかります。で何年か前はねそんなこと全然考えなくても、あの家建てたらお客さんから売ってくださいっていう時代だったんですけど、今はもうそうじゃなくなってきて、うん、あの逆にねほんまの、仕事の時代というかほんまの商売の時代というか、やっぱり僕らもねそれで生計立ててる以上はプロとしてしっかりお客さんの喜ばれるような仕事をしたいですしね、うん、そういうことをしっかりやれるところが残っていける時代になってきたっていうのは逆にいいことかもわかんないですね。そうですね、いいことやけどほんまに大変ですよねそのいやなるほど、第三者やから思うけど、はい、ほんまにそこまでしてもらえるのっていうこともね、うん、ぶっちゃけトークばっかりやからねね、綺麗事ばっかり僕が言ってたらおかしい話で、うん、でもなんでしょう、話せば話すほど経費ってかかりません。そうですね、3日で終わってたのを1週間話し合い増えたら、はいはいはいね、4日分の経費が会社としては乗るってことでしょ。そうですね、それをお客さんにちょっと払ってよって、うん、よう話してんねんからこの建物のここの費用は話の費用やでとかいうふうにとか持っていくんですか。いやいやいや、そんなことないですよ一応基本的にはその辺の、ね、費用っていただいてなくて、うん、あのまあ、利益の一部からね。そうやろなって思うんですよ。そうなんですよ、だからこそ余計に企業的な立場で言えば寄り添えば寄り添うだけ利益が減ると、利益率は減りますよ ねそうすると、うん、なぜそこまでそんな思いでできるのかなっていうことが僕らは不思議に思ってしまいますね、うんうん、利益率よりもやっぱりその喜んでいただけるっていうのが大事で、お客さんのメリットになるっていうのはね、結局そういうことをやってたらまた紹介していただいたりとかね、うん、そういう意味での逆に返ってくる部分っていうのは自然に出てくると思いますね。そっちの方が大きいですね。そうですね、うん、まあ見える利益よりも見えない、でもそれは喜んでもらったね、純粋な利益っていうのは、そうそう、うん、まあ今さっきおっしゃられた通りのこれから必要な利益やとは思います ね、はい、そうですね、それで会社が成り立つか成り立たないかって、うん、実は本当はそこへどんどん行ってるんじゃないですかね、うん、それだけやっぱりお客さんも選ぶ時代になってきてるから で、うん、でもこれだけの情報があふれてるから、それをここが発信する場っていうのはいいですよね、うん、ね、うん、そうなんです。ちょっとでもね、あのこういうトークの中でね、うん、あのこういうとこ分かっていただいたりで、まあ、家買う以上はね、やっぱり本当にすごい一緒に1回の買い物とか言いますんで、ちゃんと勉強していただきたいですね、うん、でただその名前が知れてるからとか、そうですね、なんか安いからとかね、そういうところに飛びついてしまうと後ですごく損することもあると思うので、うん、まず一番最初騙されないように自分がしっかり勉強していただいて、でそんな中からどういう工務店がいいかっていうのを選んでいただいたらいいかなと思ってます。そうですね、だから僕多分もうひねくれ者やから、はあ、正直これはーんとか言わないでくださいそのひねくれ者なんで、この話をね普通にただ聞いてるだけやったらあんま信用しないですよ、うん、そんなのどこでも言えるわって正直思うんですよね、はいはいはい、そんな
実際見てるわけでもないし、そうですよね、なんか誰でも言えそうな言葉に聞こえるんですけど、うん、僕なんでそれがズドンって入ってくるかっていうと、うん、僕ら出会った木工教室ですよ。そうですね、そこが僕は大きいんですね。だってこのテーブルって実はお客さんのために自分で作ってません。あ、そうですね、うん、だお客さんに伝える前に自分も経験してません、うん、そういう人ってなかなかいないんですよね、うんうん、だお客さんにがどうなるかわからないから自分がまずやってみるとか、うん、ね、それをしてはるから。でもそんなんて実際なんやろ、なんていうか利益につながるものではないですやん、いろんなね、自分で作らんでも頼めばやってくれるし、でやってもらった方が楽やし、それをわざわざ木工教室に来て自分がそれを経験してまたその大変さを知って、 で、まあ、でもそこで得たものをまたお客さんにフィードバックしていくっていう、それをやってるからこそその言葉の重みっていうのが僕はすごいなと思って、やってるから響く言葉、うん、なような気がするんですよね。これって綺麗事ではできないです。だってうちにお金を払って教室に通っている事実は絶対変わらないですよ。だからこそ僕はこういう場で聞けて嬉しいなっていうのは、だからお客さんにこう伝えれるのもそこなんですよね。口だけではないと、でも実際やるっていうのもね、なかなかそれを見てもらうことはできない。でもその人となり、ああそんな趣味にまでお客さんのためのことを勉強に木工行ってんねんやっていう、うん、本当ね、そこはありがたくてね、木工やりながら僕も実はでも楽しんでるんですよね、うん、木工やっぱ楽しいです。だから楽器作ってありますもんね。そうそうなんです、楽器も作るし、うん、棚作ったりいろいろもやるんですけどね。で、お寿司さんにもやりませんかっていうのをよく言うんですよ、ね、いや前お客様作りに来てくれてましたもんね、ダイニングテーブル。そうですね、うん、でやっぱりお客さんも喜んでもらったり、でお客さんがね作ってやっぱり思いはんのが、めっちゃ大変なんですよそうですね、前の話でも出てきましたね、うん、前もそう、あれ箱の話この間ね、うん、しましたけど、テーブル作るのでもギター作るのでもめちゃくちゃ時間もかかるし、でもね、作る喜びとそれからその作っていただいたことに対する感謝の気持ちみたいなのがものすごく出るんで、僕もね、見方がある面、家具の見方がすごく自分で作り出して変わってきましたので、うん、そういう人に家を建ててもらうと僕らも嬉しいですね、うん、でそういう人やからっていうわけではないんですけど、うん、だからなんやろう、家具ってどんどん先も家で使われなくなってきても、またなんか違う可能性を見出してくれるんちゃうかなとも思えるし、なんかね、いい、なんかこう言葉にはできないいいなってこう、それがお客さんに届くって一番素敵な形だなって。なんかこの本当の言葉じゃなくてこの感性的なものがね、波動みたいなものがね、いいなっていうのが伝われば一番楽しいかな。だから僕が前に自分のお客さんがいてしても、もう大丈夫ですよって言い切れますもんね。ありがとうございます。でもそれは本当に何やろう、僕もひねくれてるからね、実はそんなの普通は言わないしほんま大丈夫かって正直思うんやけど、でもこうやっぱ行動ですよね、うん、それを家のための行動ではなくて、まあ、自分の勉強のためっていう、お客さんのための行動はおのずと周りは見てる、ね、この間またね、お前のそばの人間だけやって思う人もおるのか分からへんけどでもそれでもいいんです、僕は正直思うから。うん、だからこそ一緒にどうやりたいなっていう思ったところもあるんで、だからこそこうそういう人をお客さんの前にどう届けていくかっていうのはお互いに大事なのかなっていう、だからこそこう人となりを知るきっかけがこの動画、まあこれから先どんどんやるとは思うんですけどね、そこでもうお客さんに僕らの判断をしてもらったりですね、そうですね、そうなんです。僕もねこれね言葉にしてなかなか伝えるのが下手なんでね、やっぱり最終的には本当言葉じゃなくて行動ですよね、うん、動きっていうので全部それが真実物語っていくと思うので、そうですね、それがなかったらこの動画もないってことですね。そうです、そうですよね、うん、ね、たまたまうちの木工教室に来はったと。そう、不思議なんですよね。でもたまたまうちが作った時にね、はいはい、うちが頼んだ工務店さんじゃないところで、うん、屋根の工事に来てはったんですよ。そうそう、うちの店舗の。そうなんです、屋根の工事、家主さんがいてはってね、で屋根の修理でしたっけね、雨漏れがちょっと起こってて、だからほとんど合ってない、合ってないですね、うん、で行った時になんかすごいもんできたなってすごい印象やったんですよ。で実はうちのね弟が一緒に仕事やってるんですけど、弟が先に行ってこちらの社長さんとお会いしたんですけど、
すごい人入ってるでって弟から聞いて、でなんか向こうで何か作ってるみたいなことをちらっと聞いてたんですけど、なんかすごいその時興味持ってね、うん、でそれから1年ぐらいしてからだと、そうですね、だから最初会った時僕ちょっとよく分からなかったんで、うん、でちょっと訪ねて行って、なら下村さんが相手してくれはって、でなんか面白さが入りますということでね、ねえ、やり始めますよね、なんか不思議なご縁で、でここへ動画行き着くのもね、皆さん知っての通り、本当は技術動画やったりね、うん、まあ、いつも松本さんの会社の方と撮ってある ね動画やったり、はい、まあ、全然別個の家と木工っていうのは離れた形で、はい、ただうちで動画を上げてたっていうのがやったんですけど、うん、でこんな話をよくするから、そうですね、撮ろうかなみたいな、ね、今回はもう全然初のね試みで、そう、どうなるやろうなっていう話で始まったんですけど、うん、まあでもなんか自分は楽しいです、まあ楽しいですね、何やろ言いたいこと言ってるから ねそう、ね、見てる人はどうか分からない、見てる人はどうかはごめんなさい、ほんまにごめんなさい、もう自分らは楽しんでます、ね、こんな楽な動画ないですだって言いたいことを言えるってはいはい、はい、これってなかなか難しいですよね、うんうん、だからいつもはお客さんが前にいてその人にどう見てもらおうって必死で考えてますよ、うん、今回はそうじゃなくて、なんか僕ら喋りたいこと喋ってるっていう、言いたいことを言って、なんかこうそれをちょっとでもね受け取ってもらえたら嬉しいな、そうですよね、うん、ねえ、あ、言い足りないことあるから途中から僕はバーって挟んでしまいましたけど、はい、他は特徴はない、何をしてたんですか、自己紹介でしたっけそうですね、いやもう自己紹介になったと思いますけど、ね、ですかでも、もう結論から言うと自己紹介でいろんなこと言ってもそれを結局物語るのは行動ですよと、うん、でもその行動っていうのは結局何やろう、まあ、お客様の目には見えないし、うん、でも動いてるところはやっぱり家につながるところであったり、うん、自分の楽しみであったり、うん、ね、そういうワクワクするっていうところは結局全部、ね、やっぱり何やろう、工務店さんがワクワクしてるところに自分もワクワク持っていきたいですよ、ね、うんうん、そう、なんかね本当に一人がワクワクしてたらそれが波動していきますからね、うん、そういうなんかいい連鎖って面白いですよね、そうですね、だからこう枠を超えれるんやと思うんです、うん、これが自分とこ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 って思ってて、はいはい、やってたらこういう会話はなかなか難しい、うん、実際何も生み出さないですもんね、そうそう本当そうですね、うん、ね、でもまあ嬉しいですけどね、聞いてもらえるだけでもありがたいですこんな会話もね、ご紹介でよろしいですか、ね、はい、いいですよこんな動画でしたけど、今回は第2回目は、はいはい、第3回目何しましょうかね、そうですね、何がいいかな、もうちょっといろんなとこ詰めていきましょうか、もうちょっと、ま、もうちょっとね深掘りして、うん、いろんなところを ね、うん、そうですね、うん、はい、ではまた次回はあると思いますはい、次回もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。